県央七種町の魅力を再発見する女子旅が続きます。案内してくれるのは山口市学生広報サポーターの野口彩香さんと小戸奈緒さん。歴史あり、グルメあり、出会いありと女子大生ならではの自由気ままな大はしゃぎの旅です。はい、ちょっと行ってみね。おおいかわいい。今回は美祢市、山陽小野田市、島根県津和野町を巡ります。果たしてどんな旅になるのでしょうか。前回に続いて私たち2人が七種町を紹介していきます。なおちゃん、綺麗な景色がずっと続いてるね。広いね。ちょっと歩いてみようよ。けど私たち2人だけで歩くのは心配じゃない？そうだよね。あ、そうだ、今回もバンジーさんに聞いてみようよ。教えて、バンジーさん。はい、ナレーターのバンジー和樹です。秋吉台に来てまず最初に行ってほしいのは美祢秋吉台ジオパークセンターカルスターです。こちらにはジオパークの情報発信を行う観光案内所があり、秋吉台などを案内してくれるガイドさんもお願いすることができます。2人にはガイドさんと一緒に秋吉台の自然を散策していただきます。秋吉台ってどれぐらいの広さがあるんですか？秋吉台はこの全部で100平方キロメートル。100平方キロメートルっていうとどれぐらいって聞かれるかなと思って、はい、東京ドームでいうと、はい、大体2200個分ぐらい。2200、だからすごい、まあ、広いっていう、まあ、こうずっとこの大地が広がっています。でこの石なんだけど、はい、これ何か知ってる？石灰石ですよね。石灰石、正解。まあ、石灰岩っていう石なんだけど、この石は表面にねこういう模様が見れる時があります、はい、これはね実は海の中のサンゴ礁を作ってたサンゴとかの生き物の化石で、だからこの石っていうのはもともと海のサンゴ礁を作ってた、なんでここまでそれがたどり着いてるんですか？いい質問ですね。これ地球 の断面、山が噴火してこれホットスポットって言って今でいうハワイとかマグマが出てきて山ができました、はい、この山の上のところにこの海面付近にサンゴ礁が成長した。それがこのプレートっていうのに乗って陸地の方に運ばれてきて陸にくっついた。だから今この海の生き物の化石がここの陸地で見られるっていう、まあ、物語があります。ここ秋吉台はおよそ3億年前、暖かい南の海でサンゴ礁として生まれました。長い年月をかけてゆっくりと陸地へと運ばれ、日本一のカルスト台地になったわけです。一年中無料開放されていて、季節によっていろいろな風景を楽しむことができますよ。3人は若竹山の頂上に到着しました。はい、ここが若竹山です。到着しました。到着、ついに。大体15分ぐらい歩いてきました。はい、はい、でも今こうやって360度大自然が見られて、すごく15分しか歩いてないのに達成感がすごい。ここね、もうずっと秋吉台が広がってるのがすごいここのね、いいところだと思います。はい、カルスターでは観光案内所の他に無料休憩スペースもあります。大きな窓からは秋吉台の大自然を一望できますよ。地元の秋芳梨を使った梨カステラは景色を見ながら味わえる一品です。思った以上に梨、ちゃんと梨の味するね、
けどカステラみたいな、うん、美味しいめっちゃ美味しい。続いて2人が訪れたのは山陽小野田市です。キララビーチ焼け野のすぐそばにあるキララガラス未来館はガラス造形作家が作った美しい現代ガラス作品が展示されています。また誰でも気軽にガラスの制作体験をすることができますよ。今日どんなものを作っていきますか？はい、今日はですねこういう、ジェルキャンドルというろうそくを作っていただくんですけれども、こういうふうにカラフルな砂を重ねていただいて透明のろうを注いでいただいてオリジナルのろうそくを作っていきたいと思います。じゃあ今日はどんなテーマで作られますか？と私は食べることがすごい好きなので何か自分が好きな食べ物を表現できたらいいなって思ってます。と私はこうやってせっかく山口県を今旅しているので山口県に何か関連付けられたらいいかなと思ってます。頑張ります。まずはジェルキャンドルに入れる砂や動物などのガラスパーツ、そして貝殻などを選んでいきます。なおちゃんは好きな食べ物をテーマに作っていきたいって言っていたけど、黄色い砂の上に白い砂を乗せて一体何ができるのかな？泡が美味しそうな奈々さんになるよね。あ、でもぽいぽい？あ、本当だ。この砂のふわふわ感があ、そうだ、あえてふわふわにした方がいいかもしれない。彩香ちゃんは山口県の山と空をイメージして作ったみたいだけどとっても上手にできてるよね。砂の下地ができたら次はガラスのパーツを慎重に乗せていきます。最後にろうを器いっぱいに入れると完成です。じゃあこれでろうが冷めるまで30分ほど置いて完成になります。はい、はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。今回は山口を旅しているのを表現したくて時和公園に行った時の思い出を表現してみました。砂で山口の景色を表現したので、うん、結構そこら辺は綺麗にできたかなと自分で思ってます。はい、自分の好きな食べ物を作りたいってことだったんですけど、でこの横から見たこれが、うん、まあ、泡になっててクリーミーな泡が表現できたかなと思ってます。はい、でここら辺にいるのがおつまみたちでもう見ながら飲むしかないですね。美味しいビール飲みます。うん、七市町の旅最後に訪れたのは山陰の小京都と呼ばれる島根県津和野町です。城下町時代の古い佇まいが残る美しい町並みに時間が経つのを忘れてしまいますよね。二人が訪れたのは明治18年から続く和菓子屋竹風軒です。ここでは津和野の伝統的なお菓子源氏巻の手焼き体験ができますよ。職人の岩本さんに教えていただきながら慎重に源氏巻を作っていきます。その土地の名産品を作るなんてなかなかできない体験ですよね。あ、そうですね。そこで、そこで押さえて固ける。匂いが美味しい。
あ、綺麗。よいしょ。こちらからですね。手前からやると裏返しになります。そのまま、はい、ええ。難しいです。でも、すでに美味しそうで。自分で作ると多分また違うのかなって、ちょっと食べるの楽しみです。あ、間違えた。あ、ちょっと左手を添えた方がやりやすいかな。なおちゃん、あやかちゃんの倍あります。多分倍以上。3倍ぐらい。うん、多分3倍弱ぐらいある。欲張り。大丈夫。あ、大丈夫です。大丈夫。はい。あとここで長い、うん、ちゃんと現地巻きだえ、すごい嬉しい早く食べたいですちょっと、なおちゃんの特大現地巻き大きすぎじゃない？食べられるかな？いただきます。やっぱ自分で作った分すごい美味しく感じるのと、やっぱ長い分遠慮なくかぶりつけるので最高です。現地巻きしっとりしたイメージがあったけど、焼きたては結構生地がサクサクしてて、またちょっと違った美味しさがあるね。幸せ。まだあっという間じゃん。でもでもまだ2倍ぐらいある。ペースがすごい。遅い。いや、早すぎ。旅の最後に訪れたのは太鼓谷稲荷神社です。千本の赤い鳥居のトンネルを登りながら本殿を目指します。あ、でも、終わりが見えない。ちょっと待って、ゴールが分かんない。今多分これ登りきればさっきの源氏巻き全部消費。運動御利益が得れる。これを登りきれたら私は痩せれる。本当にっていう神様が見てる。だから顎肉顎肉が取れますように。もうついたくない？すぐそこやん。ついた。ファイナリー。やった。We arrive here。200。なおちゃん、あやかちゃん、お疲れ様でした。七市町をめぐる女子旅もここがゴールになります。二人にとってどんな旅になったのかな。私たち二人の七市町をめぐる旅が残念ながらここで終わっちゃうんだけど、この旅全体を通してあやかちゃんどうだった？すごく楽しかったね、今まで正直私はこう地元のおすすめスポットを教えてって言われても、答えることがうまくできなかったんだけど、これからはこうやって今回七市町巡ってたくさんの場所や人に出会えたから自信を持って紹介していけるかなと思っているよ。なおちゃんはどう？私は初めてワオキツネザルにご飯をあげたり、面白い天満屋の店主さんに会ったり、今日こんなに長い源氏巻きを食べたり、綺麗な景色をたくさん見たりして、もう七市町の魅力を本当に再発見することができて、もっともっとこの七市町を好きになることができてすごい楽しかった。また行こうね。今回私たちが巡った場所以外にも山口夢回廊の七市町にはたくさんの魅力的な場所があります。皆さんもぜひ自分で探して行ってみてくださいね。